アメリカ合衆国シアトル出身のエレクトロニックミュージシャン。フランキー・バリの名曲、Can't Take My Eyes of You のカバー音源をサンプリングしたシングル、アイリーは TikTok で人気を博し、名声を得た。シアトル出身。ジャズサックス奏者の息子であるサーフメッサは、小学校3年生の頃から YouTube のチュートリアル動画で音楽制作ソフト、 フロリダスタジオの音楽制作方法を学び、高校時代にはサウンドクラウドにて自身の楽曲を公開。大学でコンピューターサイエンスを学ぶためにアリゾナへの移住を計画していたが足を骨折し3ヶ月間寝たきりの状態に陥る。この間、サーフメサは音楽制作に専念することとなった。その後、ロサンゼルスに気になっていた女性を訪ねたことをきっかけに、 自身のミュージシャンとしての活躍の可能性を実感し、ロサンゼルスへの移住を決意。2019年、アレクサ・ダニエルをフィーチャリングしたデビューシングル、テイクン・アウェイとデビュー EP、ベッドルームをリリース。同年11月に歌手、エミリーの Can't Take My Eyes of You のカバーを元にした楽曲、アイリーをリリースした。同曲は TikTok で絶大な人気を博し、 アギーレは、アストラルワークスとユニバーサルミュージックと契約を結ぶ。同曲は、国際的なヒットとなり、オーストリア、ドイツ、スイス、スコットランド、オランダ、マレーシア、シンガポールでトップ10入りを果たし、ビルボードのホットダンス、エレクトロニックソングチャートでもトップ5入りを記録した。2020年6月、米音楽プロデューサー、マシメロット、米歌手、 ホールジーの楽曲、B.E.Kind のオフィシャルリミックスを手掛け、2020年12月には、米歌手のショーン・メンデスの楽曲、w ン n d e r のリミックスも手掛けた。テイクン・アウェイ、アイリー、サムウェア、スリーパー、B.E.Kind、w ン n d e r ありがとうございます。